はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。皆さんは、コインチョコって食べたことありますかね？はい。ちょっと自分はバレンタインデーで、はい、ちょっと親から、送られてきたことがあるんですけど、今回は、はい、こちら、ちょっと待ってくださいね。はい、こちら、ちょっとこの、はい、スターコインが、ちょっと今んとこ全部コンプリートしている状況なんで、はい。ちょっとこのあと2コースも、はい、ちゃんと集めていきたいと思います。ちょっとこれがチョコレートに変わったら、はい、ちょっとかなりラッキーなんですけどね、これは。はい。ちょっとなんかこれを彼女さんに、ちょっとバレンタインデーとして送りたいぐらいですけど、ちょっとやっていきましょう。ちょっとな、もう何のためにスターコイン集めてるのかわかんないですけどね、それ。はい。ただ単にバレンタインの生産してるだけですけど、ちょっとやっていきましょう。で、ちょっとここで、はい、ちょっと浮き輪の役目をしている方がいますね。はい。ちょっと、将来の夢は浮き輪ですとか言いそうですけど、あの方。ちょっと将来の夢が浮き輪になりたい方が、はい、いるんで、ちょっと避けていきましょう。で、今回も、はい、もう何回も言ってますけど、あの、スターコインは、はい、集めていきたいと思います。で、ちょっとこの、はい、背景と同化してるんですよね、これ。はい。ちょっと一人キャッチボールしてるんで、ちょっと倒していきました。はい。ちょっと一人でキャッチボールはさぞ、悲しかったでしょうという感じで、はい、倒していきましょう。これは、ちょっと待ってくださいね。スターコインがないですね。ちょっと、ものすごい不安ですけど、はい。ちょっとなんかこれ、バカボンの子供みたいなマークついてる丸太ですね、これ。はい、ちょっと、これ完全にバカボン家の丸太ですよね。じゃあ、このあたりが、なんか入れたりしないでしょうか。ちょっと前回、まさかの、はい、入って取るというのが見つからなかったんですよね。はい。ちょっとまた念入りに、はい、探しましょう。ここ入れる感じですね。はい。ありました。はい。ちょっと電車ごっこを楽しんでいるブロックがあるんですけど、はい。ちょっとこれ環状線でしょうか、なんか。同じとこぐるぐる回ってるんで、はい。ちょっと環状線ごっこしているハテナブロックがあったところに、はい、1枚目ありましたね。オッケーです。さすがにこの旗より後に、はい、2枚あるでしょうね。もうこれより前に2枚目あったらもう、制作者どんだけ手抜きなんだって言いたいですけど。じゃあ、はい、また一人キャッチボール楽しんでいるんで、ちょっとお相手様を、はい、天国で探してあげましょう。ちょ、これ上行けそうですよね、なんか。はい。ちょっとこの辺りから、ちょっと宙返りで取っていきましょう。よいしょ。OK です。やりました。はい。で、なんもなかったですね。ちょっと。こんだけ、ちょっとなんか新体操の練習とかができそうだったんですけど、はい。意味なかったですね、これは。ちょっとここで、はい、天使の羽つけて CM 撮ろうとしているパタパタがいるんで、はい、ちょっと避けていきましょう。天使の羽の、はい、CM 撮ろうとしてます。またいますね、これは。ちょっと一人で、なんか影伝してるみたいですよね、これ。ちょ、野球の、はい、ちょっと、こんな夕焼けで、キャッチボールを一人でやるってなったらもう、ちょっとほんと影伝してますけど、じゃあ、これ下の土管に、はい、入りましょうか。ちょっとここに2枚目があることを祈って、はい、ありましたね、ちょっと。ちょっと何なんでしょうか、これは。ちょっとなんか戦争中の日本の軍旗みたいな、はい、アートのコインですね、これは。はい、ありました。ちょっと今んとこ、はい、あんまりひねったところにスターコインがないというのが、逆に怪しいですけど、これ。はい。ちょっともうちょっとひねったところにあっていただきたいですね、これは。ちょ逆に、不安感満載ですけど、ちょやっていきましょう。ちょっと、ついには観覧車に乗りながら、はい、野球の練習してますね、これは。ちょ、追ってきましたね、これ。
ちょっとまさかのでしたけど、ちょ、追ってくるなんて聞いてなかったです、これは。ちょっと、まさかの、はい、遠心力が働きながらも、ボールを投げましょうみたいな感じでしたね、今。ちょっと、あの方は一流の投手になりそうですけど、はい、やりました。ちょっとなんとか、はい、倒したんですけど、ちょっと思いっきり、背縮められてしまったんで、これは。ちょっとアイテム使いましょう。はい。ちょっとキノコで背が伸び縮みするという、なんか不思議の国のアリスみたいな感じですけど、はい。やっていきましょう。ついにワールド、最後です。はい。行きましょうか。ちょっとなんかこの BGM 聞いたことありますね、これは。はい。ちょっと、何の音楽でしたっけ、これ。ちょっとすいません。思い出せないです、これは。ちょ、申し訳ないです。ちょっとマリオヒストリーともあろうものが、BGM がわからないという、はい、お恥ずかしいですけど、ちょっとわかる方いましたら、ちょっと、フリーダイヤル回と組んで、はい、電話してください。お願いします。じゃあ、一人で相撲の練習してるんで、はい、倒していきましょう。じゃあもうこれを入っていきましょうか。はい。ちょっと肥満の方も倒したんで、はい。さて、ちょっとこれお城なんですかね、これは。ちょっとお城というか、ただ単に、京都水族館の中にいるみたいですけど、はい。ちょっとここで、はい、ちょっと自分の故郷に居座って食べ物を探すという、はい。植物動物の方がいますけど、これは。危ないです。はい、これしゃがんだら大丈夫なんですよ。はい。しゃがんだら、見逃してくれるという。ちょっとなんか熊みたいですけど、この方。はい。ちょっと死んだふりをしたら、はい、見逃してくれるという、熊みたいな役割をしている。はい、熊とか言ったらしばかれましたね。ちょっとこれこうやって、こうやっていきます。ちょっとなんかこれ、なんかだるまさんが転んだやってるみたいですね、なんか。はい。ちょっと待ってくださいね。これ通れませんよね。行きましょう。はい、オッケーです。はい、来ました。あと1枚か。はい、ちょっとどこにあるのかわかんないですけど、ちょっとまたここで、はい、ちょっとお酒の入った樽がいっぱい浮かんでるんで、ちょっと全部乗り継いでいきましょう。はい。ちょっとここで今発酵させてるみたいですね、これは。はい。ちょっと水につけて熟成してますけど、これ。このパタパタがなんかまた怪しいですよね。ちょっと上になかったですね、なんも。はい。ちょっとあるんかなって思ったんですけど。じゃあ、これで中間ですね、ようやく。はい。ちょっとそろそろ空が、なんか青いのを見たいんですけどね、俺は。はい。ちょっといつまでこの東京大空襲が起こってるかのような空なんでしょうかという感じですけど。矢印は怪しいです。はい。ちょっと、もう何か、すべてのものに対して怪しむ精神なんとかしないといけませんけど、これは。とりあえずこっち行きましょう。はい。なんもなかったですね、これは。はい。ちょっとただ単に稽古場所になんか乗り込んだだけでしたけど。じゃあ下行きましょうか。はい。また見つからなかったら、はい、後半スターコインパートというのをやるんで、はい、そこで探します。来ましたね、ちょっと。もう完全にこれ、延命治療もう、さっさとやめていただきたいですね、これは。はい。ちょっと、ここまでして行きたいかって言いたいですけど。じゃあ、こうやって行きましょうか。はい。そろそろ会っていただきたいですね、スターコインが。はい。ちょっと、あと1個で、グランドスラムなんで、これは。はい。さあ、来ましたね、ちょっと。またここでフグが来ました。ちょっと、わかりました、これは。壊してもらえばいいんですね、これは。
壊れないですね、これ。確か DS の時これ壊れましたよね。はい。DS で壊れて今壊れないという。ちょっとなんか力落ちたんでしょうか、これは。ちょっと待ってくださいね。まずいですよ。まずいですよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、なんで下来るんですか、あなた。ちょっと、ちょっと怖いです。危ないです。よっしゃ、やりました。はい。ちょっとヒヤヒヤしますね、これは。ちょっと気引き締めましょう。はい。前回かなり死んだんで、今回危ないです。倒しましょうか、もう。はい。ラウンド1しましょう。ラウンド1。まずいです。ただ単にまずいです、これは。はい。右行きましょう。右でなんか、天の光が差し伸べてますけど、これは。はい。スターはいりませんよ。ああ、悲しいですね、これは。はい。この、持続時間続けばいいんですけど、中入ってから。どうでしょう。あれ?まさかの?まさかのですか?急ぎましょう。あれ?ちょっと待ってくださいね。なんで途切れるんですかね。ちょっとこっからいるところで途切れますね、これ。はい。肝心なところで効果を発揮しないスターさんですけど、これは。やっていきましょう。はい。もうちょっと持ちこたえて欲しかったですね、これは。はい。定時なので帰りますみたいな感じで帰ってしまいましたけど。じゃあ、はい。一人残業しましょう、これは。定時で帰った方がいるんで。はい。残業しました。オッケーです。じゃあこれ取って。はい、やりました。なんとか、はい、倒しましたね、これは。多分これが、ワールド56のボスだったら、はい、自分死んでましたね、これは。来ましたね。はい。あれぐらいの距離飛び降りてほしいですけど、はい。もうマリオのど真ん中に、はい、砲台があった時点で、撃てばよかったんですけどね、あれは。はい。You've collected all of the star coins in World 1. A level was, ユニクロって書いてますかね、これは。はい、来ました。いつからこのゲームは、はい、撃つ状態の村を、活気づけるゲームになったんでしょうか、これは。すんごい鬱状態ですね、これは。はい。あまりにも、干ばつ続きで、はい。完全に元気なくしてますね、これは。もしかしたらこれ、村を活気づけさせるという、はい、カウンセリングをしていけばいいみたいですね、これは。やっていきましょう。来てますね、右。儀式行ってる方がいますね、右で。はい。左右に動いて儀式やってますけど、この方。はい、やりました。はい、倒しましたね。変な儀式やっていた方がいたんで、はい。これブルですかね、もしかして。ブルのつもりが全然力のないお相撲さんとあんま変わってませんけど、これは。はい、これ、ワールドで出てきたブルですね、これは。はい。で、これ下行けるんでしょうか。やってしまいました。あ、まだ大丈夫ですね、これは。絶対こう来ますよね。これちょっと、のこのこレースやってるみたいですね、これは。はい。どこぞののこのこレースだって感じですけど、はい。神に祈ってるんで、この方。はい。はい、来ました。味方同士で潰し合っていただきましょう。はい、来ましたね。ここ山あり谷ありという、はい、まるで俺の人、
せいみたいですけどね、これは。はい。ちょっとこの山あり谷ありを、終わったら、はい、とどめ刺されるんですよ、俺の人生は毎回。じゃあ、はい、埋もれていきましたね。はい、ちょっと、一人埋もれていった方いましたけど。じゃあ、キノコ取っていきましょうか。はい、オッケーです。これなんか下から行けますとかないですかね。ないですね、これは。はい。ちょっとなんか窒息死しそうなんでやめましょう。この辺りがなんか、右から行って、はい、左に受け流せそうな場所ですけど、行けましたね。はい。ちょっと待ってくださいね。無理ですね、ちょっと。はい。ちょっと右から左に受け流すことができませんでしたけど。はい、ちょっと、用事で、ちょっとカットしました、これは。はい。じゃあ、この辺りなんかジャングルジムみたいな感じで、はい、めちゃめちゃなんか、パイプがありますけど、このジャングルジムをかで登っていけばいいんですかね、これは。はい。ちょっとなんか、スターコイン見つけづらいですね、このステージ。はい。まあちょっとどんどん進んでいきましょう。ここでちょっと中間取って、はい、行きましょうか。ちょ、ここ、なんか2枚目ありそうですよね、すでに。ちょっと、あの方、なんかファイヤーには弱いみたいですね、これ。はい。ちょっと踏まれるのには強いんですけど、なんか、炎には弱かったみたいです。ちょっとミディアムぐらいで焼かれたら、はい、無理だったみたいですね。これ、豆マリオありますよね、絶対。ちょっと豆マリオが、思いっきりこの人の住まいの中に、はい、押し寄せましたね、これは。じゃあ、これ入れということらしいんで、はい、入りましょうか。基本的に俺、豆マリオは嫌いなんですけどね、これ。はい。ちょっともう操作がしづらくてしづらくて、はい、仕方ないんで嫌なんですけど、ちょっとやっていきましょう。オッケーですね。ちょっと行きはよいよい、帰りは怖いかと思ったんですけど、まさかの逆でしたね、これは。はい、行きが辛かったですね。じゃあここで、出てくれましたね。オッケーです。ちょっとほんと不思議の国のアリスみたいに、はい、もうキノコで伸び縮みしますけど、この身長。マリオが小学生の頃って絶対になんか身体測定なかったですよね、これ。はい。ちょっと身体測定やっても絶対になんか、はい。もうわかんないですもんね、これ。キノコで背が伸びるんで、はい。一昨年より背縮んでる可能性だってあるかもしれないんで、多分ないと思いますけど、はい。やりました。本日3つ目の、はい、ステージクリアです。OK ですね、これは。はい。ちょっと時間が微妙ですけど、これは。はい。じゃあちょっと時間が微妙なんで、ここ行って、はい、最後終わりましょうか。はい、行きましょう。フェーディングラッキー？ラッキーって感じてますか？Go through the door to try and win some item. はい。Go through って何でしたっけね。ちょっと、なんかこの前の中間テストで出たんですけど、はい、もう忘れてしまいました、これは。まあ言ったらこれは、はい、合わせていけば、合わせていけば、はい、OK です、これは。とりあえずアイテムを、はい、二つ集めていきましょう。まあ、とりあえず揃えていきます。はい。さて、なんかこれ通販やってるみたいですね。はい。本日のおすすめ商品はこちらです、みたいな。ちょ、通販やってますけど。はい、豆しか当たってません、現在。どこでしょうか。まずいですね。あと一個で。はい。ダメでした。まあ、こんだけめくったら、はい、ちょっと結構腕の筋肉鍛えれたんじゃないでしょうか、これは。はい。
というわけで、今回は、はい、ここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録をすると、僕の動画がアップされた時に、探す時間をかけずに、瞬時に見ることができます。肝心の登録方法は、パソコンで見ている方は、画面上に出てる、このチャンネル登録というボタンを押してください。で、スマートフォン、タブレットで見ている方は、この動画タイトル下の、チャンネル登録と書いてある、赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。